はい。お届け物が届きました。なんでしょう。ついに届きました。なんかさ、ここめっちゃ潰れてんだよね。大丈夫かな？これまだね、ヤフオクで買っちゃったんだよね。ヤフオクはもうね、やめようと思ったんだけどもね。安くね、売ってったりするんだよね。包装とかね、包装はちゃんとしてる。じゃじゃじゃーん。G-SHOCKの文字が見えてますね。大丈夫かな。包装もね、雑な人いるからね。じゃじゃじゃーん。G-SHOCK 35周年記念モデル。限定です、限定。箱。ちょっと潰れてんな、前。ちょっとね、潰れてんだよな、なんか。まあでもこれぐらいなら、許容範囲かな。苦い思い出があるからね。あの、ピンクの G-SHOCK 脱ぎね。あれ、アメルカリだけども。来たらね、あの、箱がすげえ破けててね。返品すればよかったってね、めちゃくちゃ後悔したっていう、ちゃんとね、確認しながら開封したいなと思います。一応ね、これ未使用品っていうことで購入したんだよね。ああ。やっぱり全くの新品ではないな。あ、中にまたこれ、缶。やっぱさすが限定ですね。こういう特別なケースに入ってます。やっぱりね、あの、素人の人がね、自宅で保管してたやつなんで、本当のね、新品ではないんですよ。未使用品でも。まあ、それは説明欄にも書いてたんですけどもね。素人の、あの、保管なんで、その辺はよろしくお願いします、みたいな。おー！袋に入ってます。まず本当に未使用品かどうかなんだよな。まず。それはなんかね、保護ビニールとかね、そういうのでわかるんだけど。タグとか。おー、やっぱちょっと汚れてんな。じゃじゃじゃーん。G-SHOCK フロックマン35周年記念モデルです。新品かな、本当に。あ、一応、でもね、タグとか、あの、保護シールとかはちゃんとついたままですね。これやっぱ多分ね、飾ってたんじゃねえのかなと思うんだよね。動画では分かりづらいと思うんだけどね、ほこりかぶってればなんか。うん、でもまあ、未使用品ではあるかな。はい。で、これね、定価がね、48,000円。48,000円で税込みがね、5,200いくらなんだよ。定価が、税込みで5,200いくらとか。で、それを今回ね、送料込みでなんとね、5万円で落札しました。オークション形式で落札したんだけど、5万円と思って、5万円だったら、もうほぼ定価じゃん。むしろ定価よりも安いんだよね。どうですかね。これはね、何の35周年かちょっとわかんないんだけど、G-SHOCKが誕生して35周年かな。それのね、アニバーサリーモデルなんだよね。裏蓋にはね、35周年特別な35って書いてるんだよね。アニバーサリー記念モデル。グイエフロックマンがね、自体がすごく人気で、フロックマンの限定ものって、だいたいプレミアムつくんだよね。いやー、買っちゃいましたよ。限定G-SHOCK。今ちょっとね、掃除しました。汚かったんで。どうですかね。めちゃくちゃかっこいいですね。海を見てる。アイコスをゆっくり吸い込みながら。ちゃんとビニールとかね、タグとかもつけっぱなしなんで、おそらく未使用品であることには間違いないかなと思いますね。
この海は静かで空は青い。また誰かを傷つけているとしたら。なんで今回これ買ったかっていうとさ、まあ、衝動買いしちゃったんだよな。これね、今ねすごくプレミアム価格が高騰してて、高いのだとね新品で10万とかでなんか売り出されたりしてんだよね。まあそういうなんかちょっとね今ねかなりこうプレミアム価格がこう高騰してて、でたまたまオークションでこれが5万円からでオークション形式で売り出されてて、5万円ならねもうほぼ定価だなと思って、なんなら定価よりも安いんだよね。まあ、いいなと思ってで運よくね買えましたね。まあ、ほぼ新品で、これねお気づきの方もいるかもしれないんだけど、前に買ったピンクの G-SHOCK ミルクジモデルとね同じ型なんだよね。はい、こっちが前に買ったピンクの G-SHOCK なんだけど、あの型が一緒なんだよね。モデルそう、発売されたのはこっちが結構新しくて結構こっち前なんだけど型は一緒。缶コーヒー自販機から拾い上げて、アイコスと一緒に海に乾杯。シュプリームのジャンバーで風を防ぎ、遠くで動く船にセグパイ。また自分のことばかりで間違っているならば、30過ぎてガキのまんま。ひねくれたまま大人になっちまった。おーかっこいい、でかいんだよね、すごくなんて男らしい。波の音が叫んでる、あの日の後悔。自分自身が悔しくて、だから俺は今海風に抱かれてる。はい、今回もですね限定フロックマン G-SHOCK 買っちゃいました。5万円で落札しました、オークションで。定価がね税込み5万2千円なんで、全然いい買い物かなと思います。でしかもかなりプレミアム価格がね、あの今高騰してるモデルなんで、多分もうあとちょっとしたらもう6万円とかでも新品では買えなくなると思いますね。まあ、それぐらい激アツなモデルなんですけど買いました。まあ、ガンガン使いたいねこれもね。これなら黒だしね、あの目立たなさそうだしかっこいいっすね。バックライトは普通なんだよ。あの全く同じ型なんだけど、で買ってよかったっすね。What's up? Dear to see in the city of Hachinohe where I live. I go to see the sea when I'm depressed. The sea comfort me. If you are depressed now, I hope this song will make you feel better. And imagine the sea. Just a ne. まあ、これが今日届いた新しい G-SHOCK なんだけど、ちょっとこれを買ったついでにね、G-SHOCK ケース、コレクションケースも買っていました。これね、なんかシルバーのね、アタッシュケースみたいな感じで、10個入るんだよ。こういうなんかクッションがついてる。
あの今後もね多分出ると思うんで住所っていうこういうコレクションボックスね欲しいなと思って、やっぱり綺麗にね飾っときたいんだよね、ぜひっすね。いや10個並べたいね、まだね5個あるんで、うん、ちょっと増やしていきたいですね、これから。